では続いては大雨に警戒が必要な今の時期、今週は命を守るキーワードを塚原さんが伝えています。はい、命を守るキーワード、今日のキーワードは大雨警戒レベルです。避難が必要な状況の切迫度を表すものなんですけれど、まずは皆さんに質問です。生活の中でどの警戒レベルが出たら避難をしますか？レベル3、4、5とあるんですが、まず馬場さんはいかがでしょう？4ですかね。4ですか、はい、森さんはいかがでしょうか？うちがマンションなので、はい、基本的には動かないという、はい、これも避難行動ですよね。そうですね。もし危険なところにいる場合はいかがですか？危険なところにいる場合、はい、その場所がどんなところかによるかと思います。そうですね、はい、その場所がやっぱり山の近くとか、はい、本当に目の前が崖になっていたりすると、まあ、谷になっていたりすると、もうレベル3の時点で動いているかもしれないですね。はい、そうですね。置かれている状況下によっては早めの避難レベル3という方もいらっしゃると思いますし、このレベル4で避難される方ももちろん多くいらっしゃると思います。私だったら、そうですね、状況にもよるんですがレベル4かなと思うんですけれど、ただこの警戒レベル実はまだまだ浸透していないのかもしれません。広島テレビが毎年行っている防災フェスで同じようなアンケートを行っているんですが、その結果がこうだったんです。およそ半数の方が警戒レベル5で避難するというふうに答えられていたんですね。ということで、ぜひ皆さん今日はこれだけでも覚えてください。レベル5ではもう逃げられない場合があります。一つずつ確認していきますと、警戒レベル3は避難に時間がかかる方や本当に危険な場所、まあ、先ほど森さんが言われたような崖の近くですとか、そういった方は避難するタイミング。そして警戒レベル4はその危険なところにいる人はもう全員避難が必要なタイミング。そして警戒レベル5になるともう命の危険に関わる災害が発生しているか、または切迫しているような状況となりますから、この段階で外に出ての避難を試みようとするとかえって命を落としてしまうような場合もあるということなんですね。ですから警戒レベル4で遅くとも避難が必要ということになります。はい、ではその警戒レベル4は具体的にどんな情報が出るのか、ここで改めて確認していいですか？はい、はい、出るのはこちらです。警戒レベル4は避難指示ですね。そしてこれと同じくらい危険な状況下では土砂災害については土砂災害警戒情報、そして洪水についてはその川の氾濫危険情報が発表されます。ちなみに線状降水帯の発生情報というのもこの警戒レベル4相当以上の状況下で発表されますから、やっぱり避難指示で避難というのが必要となります。ポイントはこちらです。遅くとも警戒レベル4、避難指示で避難。そして最初に森さんが言われたように、その時にいる場所が安全ならその場に留まることも必要となってきます。そうですよ。どうしても避難という言葉があると、はい、どこかに行かないといけないっていうのが思われるかもしれませんけれども、はい、その場所が安全ならそれがもう避難行動ということなんですよね。はい、そうです。ハザードマップをしっかり確認して、もし自宅が安全な場所だとしたらそこからは動く必要はないということになります。命を守るための大切な情報ですが、まだまだ浸透していないのが現状です。もし危険が高まった場合はしっかりその覚えておいて、身近な方にも声をかけてあげてください。以上、命を守るキーワードでした。